とっても簡単なクローバーの花の作り方です。葉っぱの作り方は別の動画がありますので、そちらをご覧ください。 A4 のコピー紙を縦に半分に折ります。それを3分の1に折ります。そこに小さな手のひらを広げたような花の形を描きます。これを重ねたまま切っていきます。鉛筆で描いたものは裏返して、黄緑のクレヨンで小さな花を丸く描いていきます。裏返して細く切った緑色の画用紙をセロテープか糊で裏から貼り付けます。これで出来上がりです。まず花を並べて台紙などに貼りましょう。下の方に葉っぱを並べて貼れば、これでクローバーの完成です。とっても簡単にできますので、たくさん作って一面のクローバー畑を作ってはどうでしょうか。